この2人が対談をしたということで、とても話題になっています。それを見させていただいて、ある疑問が湧きました。意地悪かもしれないんですけれども、本当に仲良しなんだろうか、ビジネスとして仲良しのふりをしているだけなんじゃないだろうかと、そんな風に思ったわけですね。芸能人同士というのは、ビジネスとしてまたはプロモーションの一環として仲良しなふりを演出しているっていうことも多々あると思いますので、この2人は本当のところは一体どうなんだろうかととても気になります。ですので今回は2人の本当のところ、本当はどう思っているのか、仕事の一環として仲良しのふりをしているのかしていないのかっていうところを本音で鑑定していきたいと思います。あなたにそんな鑑定ができるのかと疑問に思う方がいらっしゃると思いますが、これから行う鑑定方法は西洋占星術といって、大昔からある占い方法で、本人の生年月日と生まれた場所からホロスコープというものを出して占うというものになり、天文学そして統計学とも言えるので、当てずっぽうではありません。そんなの嘘っぱちじゃないかと思う方がいても当然だと思いますから、ここから先は西洋占星術を信じてもいいかな、ちょっと信憑性があるかもしれないと、そのように思える方だけ見ていただければいいかなと思います。鑑定を始めるよ。さて、この2人に対して本当に仲良しなのかという疑いの気持ちから入った私なんですけれども、それを見事に覆されました。なぜかというと、この2人は出会ってすぐに惹かれ合ったと思われます。特に星の方がシュガに対して初めて会ったような気がしない、とても親しみを感じると、そのように思ったはずです。これはもう2人が出会ったことによる化学反応の一種で、誰にも邪魔することはできませんね。ですからこの2人が数多くの K-POP アイドルの中で対談まで至ったっていうのは、お互いに惹かれ合ったから、それも深いレベルでの惹かれ合いと言えるので、一緒にいると非常に居心地の良さを感じる関係と言えます。なんでそんなことがわかるんだと疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、ホロスコープにそういうものがちゃんと出ているんですね。本当に西洋占星術というものは不思議です。この2人は出会ったばかりでも、この人ならば信頼できると、そのように思ったんじゃないでしょうか。おそらくこれからもこの2人は長い付き合いになりそうです。なぜなら安定感があり信頼感がある関係だからです。一時だけ盛り上がって楽しくてテンション高く2人ともいると、そういう関係ではなくて、心からリラックスできる対象になります。このように基本的にはとても素晴らしくて、ものすごく良い相性と言える2人なんですけれども、人間同士なので 100% 良い点ばかりとは限りません。今度はこの2人の良くない点、気をつけないといけない点を鑑定します。2人の相性の注意点。この2人には安定感があるのは良いのですが、その分成長する機会というのが失われがちです。何もしなくても努力しなくても一緒にいるだけでリラックスできるので、付き合っていても成長があまり感じられないという点ですね。最初から居心地が良すぎる関係なので、2人で新しいことに挑戦しようですとか、お互い困難に向かって頑張っていこうという気持ちになりづらいです。人間というのは気楽で、何も努力をしなくても安心できる関係にずっととどまっていると、チャレンジ精神がなくなっていったり、自分はこのままでいいかなと、そのように安心しきってしまうところがあります。逆にこの人と一緒にいると、無条件に安心するわけではないけれども、なぜか自分の心の中にチャレンジ精神が湧いてきて、人生に対して挑戦していかないとならない、頑張ろうというような前向きな気持ちが出てくる、そのような相性もあると思います。シュガと星の場合は前者ですね。先ほど言ったように、双方が親しみやすいエネルギーを感じて、初めて出会ったような気がしない、そして前から知っているような感じがする、心の底からリラックスできると、それは良い点なんですけれども、だんだんと付き合いが長くなるにつれて、前進がないというか発展があまり感じられないなと、だけれども楽な関係だからこのままでいいかなと思いやすいと言えます。特に星の方がシュガが手の届かないような存在になってしまう恐れを感じていて、あまり遠くに行ってほしくない、もっと成功してしまうと自分の手の届かない人になってしまうんじゃないか、そんな恐れを無意識ながらに抱いているため、星
少しはシュガに対してこれ以上頑張ってほしくないななどとふと思ってしまうかもしれません。これは星が悪いのではなくて自然と起こってしまう感情となります。そしてシュガも星のそんな気持ちを感じ取って、じゃあ頑張らなくてもいいかな、これ以上成長しなくてもいいかなと、そんな風に思いがちです。しかし二人ともそのような安定感を打ち破り、いやもっと頑張った方がいい、その方が自分の人生が楽しくなると二人ともが思った時、それは二人の大きな成長の機会になります。タイミングさえ合えばそのようになる可能性は十分にありますね。いずれにしてもこんなに相性が良くて、何も努力しなくても自然体にしているだけで安心感が持ててリラックスできる関係というのはなかなかないので、これからもぜひ大切にしていただきたいと思います。終わりです。その他の BTS やセブンティーンの占い動画は説明欄から。